皆さん、これから運営してほしい会議をさせていただきます。参加いただいた皆様、今日は例年通り活発な議論ありがとうございました。これからの時間は、記者の皆様方からのご質問にお答えする時間になりますので、ご指名がありました方をお答えいただきますので、よろしくお願いします。記者の方でご質問いただく場合はですね、まず最初に挙手をいただきまして、その後私が指名させていただきましたら、ご所属とお名前と誰に対しての質問かを指定していただければというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。それではよろしくお願いいたします。ご質問の方からでは、はい、ピークであるということは明確であるし、そのいろんなそのスポーツも含めて将棋とか囲碁とかの方々の非常に若い段階での能力が発揮されているということを見ると、もう一つは先ほどもちょっと、お話しになったけれども、根岸さんおっしゃっていた、その日本の中のあるレベル層は非常に高い能力を持っているんですというお話が出ました。で、結局そういうのをいろいろ総合して考えると、実はその日本の中でもものすごく高い能力をお持ちになられている、またはそういう能力を発揮する日本人っていうものがやっぱりあって、それはやっぱり教育の仕方によって変わってしまっているんじゃないだろうか。で、今はものすごくしっかりとしたあるベースの能力を持っている人がたくさん日本にいますというのは、やっぱりそれはその義務教育で教える教育というものがしっかりしている、それが必要でそういう層ができていると思うんですけども、一方でその義務教育というものは、例えば一つでもお話申し上げますけれども、その小学校4年の時の漢字、5年の時の漢字、6年の時の漢字というのが決まっていて、その決まっていると、小学校4年の時に6年の漢字を習おうとしても、先生の方がそれ6年で習えればいいのよって言ってしまうと、実は義務教育がさらに伸びる力を制御してしまっている、抑え込んでしまっているという、また側面もあるというのも事実で、で、教育というのはやはり教えるっていう教育と、教育の育の方の育てるっていう教育と両方あって、初めてバランスのいい教育のあり方っていうのがあるんではないか、そのため その18歳までの能力を発揮するその方法論として、やはりいち早く日本がその価値創造能力というものを持つためには、そういう教育論もしっかりと議論する時期に来ているんではないかなという気が私はします。で、もう一つ、私はその若い時にまでにしっかりとした教育をすべきではないかと思っているのは、その100歳まで記憶をしたときに、本当にその先ほどもちょっとお話があったと思いますけども、じゃあその20以降、30以降、40以降、どういう教育を我々が
リタレントで受けていって、その自分の力をまた生かす仕組みっていうものを持っていた。もしそれがないと多分100歳というまでの時間を多分持て余してしまって何もできなくなっちゃう可能性もあるので、でやっぱり教育論っていうとついついその大学の教育論にこう偏りすぎててですね、その18歳以前のところの教育の議論というのはなかなかできないっていうのが本音なんじゃないかと思って、できてないというのは本音なんじゃないかと思って、だからそれでも18歳までの教育のを見直してしっかりとした力をつけるっていうのと、まあ、それ以降のその教育のリタレントの仕組み等もしっかり入れて、100歳までしっかりと人間の価値を出し続けるという仕組みを、やはりこれ日本外れでもいいと思うんですけども、待たずに日本が積極的にやるべきだというのがまず一つです。でそれが最初のお話でして、で2つ目はこの最初のご質問、給与のご質問は昨日かおとといの日経の一面に出てしまったことに対するご質問かと思うんですが、基本的にはこの給与というものも本来はやはりしっかりと価値をこう外に出していくものに対してお支払いすべきもので、まあ、そういうその仕組みが今までなかった、その会社の私どもの会社の中になかったというのと、もう一つはそれを評価する方法論とかいうのがなかなか難しかったということで、それに移行することに対するヘジテーションがあったというのが現状です。ただ実際には本当にこう特に IT の領域については本当に若い方が力を持っていらっしゃって、まあ、その辺はこの方なんかもよく分かっていらっしゃると思うんですが、 IT の能力だとやっぱり0から18歳ぐらいにもすでにかなり高い能力を持っている方が多いなんですよね。そういうことも含めて考えるとやっぱりそういう能力を生かす場というものを企業側が示さない限りは、企業その勉強している人もどういうことをすればそういう価値を評価してもらえるんだろうって見えない。だからこれはその企業側のある意味での義務だというふうに思っているんですよ。だから企業側がどういうような形で給与をそのどういうその創造をされたとしてるのはその提供しますということをお見せすることが、やはりその手前のところでどういう教育をして自分がどういう力をつけることが本当に貢献して評価してもらえるんだろうかというのを思うと、そのマッチングで初めて価値創造能力というのが全体で上がっていくんですね。だからそのある意味でその受け側である企業がそういうこう教育に対しての方向感というものを明示するというのも一つのある意味での義務として、まあ、そういうことをやっていくことが重要なんじゃないかなというふうに答えます。はい、ありがとうございます。エムさん、ありがとうございました。じゃあ続きまして、ね、ご質問があるので、じゃあどうぞ。読売新聞の吉田と申します。私も遠藤さんに一問と、峰岸さんにも一問をお伺いしたいんですけども、遠藤さんには優秀な学生が理学部にほとんど進んでしまっているというお話があったと思います。一言一句覚えてるわけではありませんけれども、お話しいただいたトーンではこれはどちらかというとやっぱり変えていくべきではないかというようなトーンだったかと思うんですけれども、ただその日本の強みはどこかというところの見方、ちょっと視点を変えればその医療の部分でイノベーションをもっと起こしていって、それが日本の強みになるんじゃないかという捉え方もできると思うんですね。そこをちょっとその多いという見方を今どう捉えるべきかという視点を説明させてもらいたいと思います。はい、ありがとうございます。私がそのご提示したのは、まあ、事実なので、偏差値が70以上のほとんどの領域の方がその医学部の進み流れているという、これは現状でございます。で、まあ、どういうその観点でその医学部に進まれてしまっているのかということを考えると、やはり一つには給与というのと、またはもう一つはその
自分の力を発揮するのはとてもこう自分が力を持っているので、その医療の領域こそがその非常にこう働きがいがあるその領域であると、力を発揮できる領域であるというふうにお考えだと思って入るんだと思うんですね、2つの要素で。そういう観点で先ほどもちょっとこうご質問あったように、その企業側が、例えば我々企業側がどういう人をどういう観点で欲しいんです、どういう活躍をしてほしいんです、どういう力を発揮してほしいんです、どういう結果を出してほしいんですっていうことを明記できてないっていうのが、やはり企業として不十分だなという反省が、あのお話にはこもっておりまして、私どもがのところに入ってほしいんだったらば、そんな働き前がある場所なんですっていうことと、それをちゃんと評価するその仕組みを持ったそのシステムを企業側が持ってるんですと、そういうことをお示しすることが、あそこのところを少しこうばらけて、その工学部だったり、その ICT の領域だったり、まあ、そういうところに入ってもらえるように努力することが必要なんじゃないか。今それが示せてないので、その医学部というもののその今までの経験的な、まあ、歴史的な、まあ、観点から、まあ、医学部こそが自分の最大努力を発揮できる領域だというふうに、その皆さんのお考えなんじゃないか。で、ここに何人か学校の方もおいでになりますけども、学校のほとんどは理系のほとんどは医学部だって私が聞いております。本当にその通りだとなってくるので、そういう意味でもやっぱり奈良の生徒に対して我々は魅力のある仕事場だというふうに見せてないのかな。奈良高とかは結果的だけども実際そうなっているというふうにお伺いします。いや、吉田さん2点目の方の質問をお願いします。宮井さん、生産性を高める働き方という意味で、リクルートはかなり進んでいるということが、よく分かりました。そのマクロで見ればもちろん、これはどんどん多くの企業を広げていくべきだという姿勢になると思うんですけれども、ただ皆さん、もしそれがじわじわ変わっていくんだろうということですし、それをじゃあ、スピードアップさせていくにはどうすればいいか、これは、まあ、多くの企業はおそらく、様子見をしながらやっているということなんじゃないかと思うんですけれども、その経済を活性化させていくという最初の目標を到達するためにどの加速度的にやっていきたいという場合にどういった考えがあるか、あるいは考えは何かという。ありがとうございます。多分時間軸がすごく難しい問題だと思うんですね。大きくて伝統のある企業であればあるほど、人事のシステムを変えていくっていうのはもうカルチャーを変えるっていうことですから、大変時間がかかることだと思うので、トライアンドエラーを繰り返しながら、職人を続けていくしかないと思ってるんですけども、それが前提なので大変日本企業では難しい点なんです。ただ先ほど お話ししたように、よりスピードを上げてドライブさせていくためには、人事制度の改革と、マネジメントですね、ミドル以上のマネジメントの改革、この2つが、まあ、必須であるというふうに思ってまして、だこれを、もちろんこれは千差万別あるんですけど、ずいぶん昔からもう導入されている企業と、そうでない企業がずいぶんあるんですけども、今皆さん取り組み始めていることだと思うんですが、この2点を、いかに取り入れてスピーディーに実践していくのかというスキルだと思います。現在の、まあ、労働基準法をベースに、まあ、人事制度のミッションジョブベースにしていくですとか、マネジメントの改革は、まあ、できますので、それぞれの企業でこの2つをベースに、2つをまず取り入れていただいて、その上のアプリケーションとしてワークスタイルの改革や業務プロセスの改革をしていただくというのが、まあ、大手企業のグローバル企業になっていかれる分野であれば必須あるのではないかと思います。どうもありがとうございました。じゃあ中澤さん。東京新聞の中澤です。
代表幹事にもと申します。今出たんですけど、今日前半で人材の育成の話があったんですが、代表幹事は委員会の時に中途採用と奪われてイタリア型採用にしようということにはだいぶ共感を持っているときは思うんですが、今の人材の話の中で遠藤さんもご指摘されたんですけど、昔からスーパーイートの理系はなく言ってた僕らのジャンルがあって、それはそれいいんですけど、それじゃない他の中間層というか、そこそこ勉強できる人間、そうでない人間、学生もね、やっぱり自分が生かせる道があればそこに進んでいけば道が開けると。ところが今やっぱり偏差値教育というか、大学の順番つけていく中にはめてしまうというのが自然と続いた中でね、教育について大学にどういう改革というか、今後どうあるべきかというか、お考えがあればというご利用です。これは、需給の問題だと思ってるんですね。要するに需給ということはオプションがやっぱりあるので、需給ではありますので、行きたいこととやりたいことが、買いたいものと売りたいものがあるときに、それがお互いなるその成り立つようなマーケットがないとですね、人材の多様性も持たないし、結局は偏差値あるいはその何だか上場者試験ということによって、これだけその変化が強いというか、文化の機会であるときにですね、3年先予測できないときに、過去の知能を通って受けるもので、もともとこの人が優勝とか決め方をするというのは、私個人としては、それが全てのことはないと。なので、何だかというと、そういう基準はやっぱり変えてない。変えたらいけないんだって、じゃあ、客観的な方法になかったら出てきませんから、結局は、需要者と供給者の間の、話し合いの場をたくさん作る。具体的に言うと、新卒一時採用で、どこの大学が何名、どこの大学が何名、去年に比べてどこがどう増えましたって言って、人事担当の役員がどこに来るようじゃダメなんです。そうじゃなくて、私がやってるのは、新卒一時は、これはその生産性の問題だ。GTM にとって、会社にとっての採用の効率性もありますから、全体しろと言われてます。でも、例えば7割ぐらいのサイトで、残りの3割ぐらいはキャリアサイトということによって、丁寧にその人たちが何をやりたいのかというのを見て、他の7割、つまり1日に入っている人たちが、ああいう生き方があるんだっていうふうにしてるわけじゃないかというふうにやってました。結果、何を言ってるかというと、その新卒に入ってきた3割、7割はですね、結構な割合でやめてきました。これ、いいことなんですね。いいことで、そもそも一生の仕事を決めるのに半年で決めるのはありっこないと思っています。私自身が医者職員なんですけど、動機と結果が全然違った。世のために育ったらこういうことしたいので、リスクの専門家になりたいので私のお願いしたらなさいと受けてですね、一応取ってくれましたけども、本当にそう思ったらわけは全然ない。それは勤務時間が短いとかね、給料が比較的良かったとか、入ってきたら全然違うと気がするんです。つまり今はさすがに違うので、僕らの40年前は、取ったらこっちの、入っちゃえばもう仕方ない、お上の言うとおりだから、こういう文化で、それがおかしいおかしいと言い続けたら40年だった。おかしいおかしいなら30年だった。で、一部修正し始めてますけれども、誰かがおっしゃったけれども、そもそもみんな気が付いていたと思います。少なくとも私もおかしいと思ってます、10年前。ようやっと動き出したというのは、なぜかというと、実は内部の動機ではなくて、外から創生ではないのが、コースがかかっているから、そのチャンスを、その中間としては、うまく利用して、自らの変化で使っていただけないだろうということで、いろんな中の一つとして、キャリアサイドというのは、もうマスですね、ちょっと待って。一つの基準じゃないので、自分で比べられない時代になったということで、最適にと。三浦選手さん、吉田さんの隣の方、手を挙げて、いや、すいません、三浦さんでした。時事通信の伊藤と申します。今日の議論の中で、どなたかうまく解説していただければっていう、ちょっと責任な質問だったんですけど、今日の議論の中で、スピーディーであったり、ダイナミックであったり、新陳代謝
というようなキーワードとか、一方でその長期的視点、これはその人材育成で技術開発のまあ長期的な視点の重要性というのを示されていて、まあ、全体として、対立するような同居するようないくつかの言葉があったもので、これを今日の議論の中で、どういうふうにして整理すればいいのかというところで、なんかご示唆をいただきたいと思います。TK さんがいいですかね、小林さんがいいですかね。じゃあ、TK さんと小林さんと2人でコメントしましょうか。まず前座で長期の視点というのは、じっくり取り組んでいくっていうことについての長期であって、スピーディーにとかそういったものについては早く動くっていうことだと思うんですね。今日梶川先生からも生産性の話十数年やってますって代表官にもそれを受けておられましたけれども、ずっと議論しているのに変わっていないことは結構たくさんあって、でそういうことに対してはスピード感を持って動く、でスピード感を持って動くためにはリスクが取れるっていうことだとか、あるいは過剰な規制による、制約がないとか、あるいは優れた人材がいることによって素早く動けるとか、そういうことがスピード感の方であって、でも取り組むテーマとしては日本の強みは長くじっくりやることに対して強みがあるんじゃないかっていう、そういう整理じゃないかと思っております。じゃあ小林さんお願いできますか。秋池さん、最初にまとめていただいてありがとうございます。スピーディーと長期的視野視点っていうのは長期的な取り組みにして相反するものではなくて、長期的な取り組みにしてもスピーディーに決めて始めないことには進まないわけですよね。ですからそのディシジョンメイクのスピードを早めるというのは一つ非常に重要な点で、それに対して取り組むと時間軸をしっかり持つと、短期で結果を出すこと、それから長期で結果を出すことっていうのをじっくり見て、そしてそれに対しての一緒にこう早くするっていうことだと思うんですけど、それをやるにはやはり経営戦略というのがきちんとできなきゃいけないと。今何をやる、1年で何を達成するのか、そして10年後の市場を考えて今手を打つことっていうこと、この2つのバランスをどういうふうに取っていくという、どういうふうに取っていくかというのがスピーディーでなおかつ長期的な視点で、経営に取り組むということというふうに私は理解しています。ありがとうございます。それではどうぞ、すみません、三山さんにしてよろしくお願いします。NHK の話を申します。桜田代表幹事にお伺いいたします。今回セミナーの、タイトルは予定の主婦になっておりますということで、非常にその、イラン女性がですね、緊迫している中で、日本としてその、ビル対応とかですね、日本だからこそそのできるこう対応といったところ、どのように考えるか、こうなった以上ということですか。つまりそのこうなる前に花江さんに、その総理が会いに行ったということについては、私は、これ公開なんですね。リスクを取らない外交外務省としては随分取ったなって思います。でしかもそれはおそらく総理もそう思っていたと思います。そして結果はあれだけの現地をトップから、めったに外に出ないトップから引き出したということですから、持たない作らない使わないと言ってるということはすごいことだと思うんです。でそれをその発信した発信されることを分かってこの会談がありです。その翌日かなんかにドバーンとミサイルが刺さるんですけども、それが誰なのか分かりません。ただ、私がこの問題について申し上げたのはですね、少なくとも、安倍さんという人がいて、その人は花江さんになっている、ああいう作品を
一方でトランプ大統領がいて、トランプさんと安倍さんの関係は悪くないと僕は非常にいいと、お互いに安倍さんという人を通じて何かを語っているはずなので、少なくとも我々の目に映るときに、安倍さんの顔が完全に潰れてしまったという状態を作っていいとは思えないんですよ。少なくともそう思っているけれども、そのじゃあ、あのミサイルは何なんだといったときに、分かりません。分かりませんが、パッと分からないなと言いませんが、どんな国にも、あのような形でもって、いわゆるその、どちらかというと、国が不安定になる方が、自らが生活する過程になるという組織や、やたがおりますので、それがトップとつながっているかどうかというのは、下手な説明をするしかないと思います。ただ、仲良くなるのは困ると思って、最初に言いたかったので、そういった動機が与えた。ということを 100% 指定することは証拠あります。結論から言いますと、私は日本の立場というのは、あれでもって、例えば外国のメディアあたりがですね、軍事力もない日本が出てったって何もできないよというような、いろんなトーンのですね、記事もありましたけど、私はそう思ってないと。引き続き粘り強くやっていくことが、日本の日本らしいあり方であると思っていますので、逃げることなく、ここはしっかり応援したいと思います。そちらの皆さん、NHK の解説所でございます。 NHK の解説所です。最低賃金の話と、どなたに対する説明か、じゃあ、指名させていただきますと、せっかくですから、西さんとですね、熊谷さんと生産性におかしいなと。じゃあ、2人の方ね、時間が来てます。最低賃金を上げるというときに全国一律っていう議論があって、そうすると地方は無理だよって話があるんです。だから最低賃金を上げるという、大きく上げるって言ってる人の心としてですね、いや、それを上げれば生産性を上げだろうじゃないですかっていうことを言ってる人なんです。で、外国人の話をとってもですね、労働者1400万人これから来るって始まりましたけども、普通に来たらですね、賃金高いところに行きます。だから全国一律じゃないと、あるところに集中するということもある。で、問題はですね、中小企業、地方の中小企業は、じゃあ生産性をどうやって上げるか。で、大企業ですね、コンサルとか、あと M&A とかの担当者が入ってやってくれるかもしれないんですけど、中小企業、そんなピンも出せないから、見向きもしてもらえないんじゃないかということで、これ、地方の中小企業、どうやったらいいのかっていう、ちょっと野口さんにちょっとお伺いしたいのと、でもう一つはですね、全国を賃金一律にすると、じゃあ今まで地方が、労賃安いからって言った企業が、東京戻ってきちゃうよっていうようなことを言っている人、ちょっと熊谷さんにお伺いしたいのは。そういうふうになってしまう。じゃあ、武器さん、よろしくお願いします。お願いいたします。はい、九州の経済同友会ではちょっと最低賃金の話をですね、あまりやっておらずに、経済同友会の方でですね、いろいろやっておられるので、コメントが大変しにくい条件でございますけど、基本的には、市場の領域もですね、労働者がしっかり生活できるような最低賃金をですね、できるだけアップしていくというのは基本的に経済界としてもですね、持っておるということで、ただまあそれは実力に応じてということになろうかと思いますので、ちょっとどうだということはなかなか申し上げにくいということで、ちょっとご容赦願いたいと思いますけど、よろしくお願いします。それじゃあ熊谷さん、お願いできますか。日本の最低賃金についてはですね、そのデイビッド・アトキンソンさんが低すぎるという議論を展開しているんですが、実はちょっと彼の著作の中身とかもいろいろ細かく見てですね、私どもが検証した結果としては、決して低すぎることはないというのが結論なんですね。というのは人材の質とですね、それからその賃金、最低賃金を比較したときに、大体国際的なその均衡線上のところに乗っているということになりますし、またその1人当たりの平均的な賃金との比較感等ですね、その他その様々な観点から見たときに、日本の最低賃金が決してその低すぎるということではないというか、
またその因果関係から見てもですね、決してあの最低賃金が低いことによって労働生産性の低迷が起きているわけではなくて、まあ、先ほど来議論の出ているですね、プライシングの問題等々ですね、あの他がやはりそのルート構図のようなものがあって、まあ、それでその労働生産性の低迷が起きているということもある。またあの最近リエティがですね、あの研究を発表していますけれども、あの日本でですね、その最低賃金を上げたとしてもおそらく労働生産性は上がらないだろうというですね、そういう結論が出ている。またあの国際的ないろいろな論文などで見てもですね、あのこの議論についてはですね、あの必ずしも結論が定まっているわけではなくて、ただどちらかといえばですね、あの最低賃金を上げたからといってそのことで労働生産性が上がるということはなかなかファクトとしてこう言えないんじゃないかというですね、あのそういう見方があの非常に多いというふうに考えています。あのしたがってですね、その国が目標として最低賃金の上げを目指すことはこれは非常に好ましいことだと思いますが、今一部で出ているその 5% のペースで上げていくというですね、あのこれをやってしまうとおそらく中小企業などがこうバタバタと進めるですね、そういう、まあ、あのある種のこう水掘りのようなですね、非常に厳しいこの業をやるということになるわけですから、あの私自身はやっぱりこの慎重に上げるべきだという考え方。それであの、まあ、例えばですね、イギリスがあの、まあ、全国一律でやっていると言いますけれども、イギリスについてもですね、非常にやっぱり細かい例外規定などがあってですね、彼らも非常にきめ細かく上げている。それからご案内のようにあの韓国は一気に上げてですね、まあ、大変なことになっているということですから、まあ、決してその日本がですね、特に例えばまあ実質ベースで見て実質賃金がですね、上がってきてないということでは全くないので、まあ、私はあの、まあ、ゆっくり上げるというあの方が好ましいと。それで例えばですね、その時にあの最終的にはその全ての地域で一律に上げられる姿をですね、そこを作るのがまあ理想だとは思いますけれども、おそらく一気にそれをやったとするとですね、これはやっぱり現実問題として地方と企業はついていけなくて、あのかなり短期的にはまあ厳しいこの倒産のようなことがですね、起きるということですから、あの長い目では全国一律を目指すけれども、それはあまり拙速にですねやるべきではないと。おそらくですね、あの今のご質問のところで、あの東京だけが高い状態のということであれば、まあ、それはあの、まあ、少なくとも短期的にはその少し東京に集まるようなこともですね、それも現実問題としてはまあ、あるかもしれない、そういうふうに。どうもありがとうございました。まだまだご質問は終わりかと思いますけれども、予定の時間もちょっとオーバーしてしまいましたので、このクエスチョンタイムはここで終了とさせていただきまして、あの後で懇親会がございますので、そちらの方で続けていただければというふうに思います。どうもありがとうございました。